はい、どうも、りょうへいです。ひろたです。お願いします。ありがとうございます。はい、本日なんですけれども、11月かな、に行ってきて、公開多分12月だったと思うんですけど、また、イルマボイズさんの方に、お呼びいただいて。来た。で、ちょっとね、今日、残念なことに、朝まで雨降ってたんですよ。雨降ってましたね、もう。なんで、ちょっとね、来たはいいんですけども、内野で練習ができないってことで、まあ、外野で、みんな、もう、元気に練習してるんですけれども、そんな中、今日、体験会やってるという、ことだったので、様子をお届けしたりだとか、まあ、さらにね、メンバーの選手たちに、こういうチームだよっていうのを、より詳しく、ちょっと聞いていけたらなと、思ってます。内野使えない分、ちょっと限られた練習スペースだから、その中で、こういう練習してるよとかっていうのも、まあどういった練習っていうのを様子を見て行きました、多分一人一人がさらに距離も近くなってるはずなので、まあそういったところでもね、メンバーの様子なんかも見に行ければなと思います。それではやっていきます。はい、じゃあお名前をお願いします。池林凛太郎です。凛太郎くん、はい、はい、お願いします。本日はありがとうございます。今日体験会、やってると思うんですけれども、イルマボイズのいいところをちょっとカメラに向かって言ってもらえると。試合の時とかメリハリがあって、はい、まあ、声が出てないときは、まあ、みんなで声を出していこうとか言って、まあ、みんなで高め合っていけるところがいいと思います。いや、まあ、やっぱそうやってね、チームメイト内でいいことは言ってとか、まあ、そういうしっかりとオンオフが分かれてるメリハリがあるっていうのは、まあ、すごいね、野球をやる上ではいい環境だなと思うので、はい、もう今後も続けて、どんどん上昇チームを目指していってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあまずお名前を。小林康介です。康介くん、はい、はい、お願いします。じゃあ今今日体験会やってるじゃないですか。はい、イルマボーイズに入った理由を教えてもらえればなと。はい、決めてって言ったらいいのかな。はい、入った理由は監督、指導者がすごい良かったっていうのと、はい、チームの雰囲気がすごく良かったから。はい、そうですよね。やっぱ僕もまだ撮影来させてもらうの2回目なんですけど、はい、やっぱ皆さん監督、コーチ、まあ、選手もねすごいありがたいことに優しいお声を いただけるので、まあ、本当に雰囲気がいいんだなっていう、まあ、雰囲気がいいとやっぱ練習するのも楽しくなったりとかっていうのもあると思うので、はい、まあ、それは確かに決め手の一つになりますよね。なんでね、去年2位ですよね確か県内。はい、じゃあそこを1位目指して雰囲気よく、続けていってください。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまずお名前をお願いします。田島海人です。カイト、はい、すげえね、俺のことをねいじってくる陽気な副キャプテンね、お願いします。お願いします。はい、じゃあね、今日体験会やってるじゃないですか。まずイルマボイズがじゃあどういうチームか教えてもらってもいいですか。まあ、キャプテンを中心に練習メニューを考えてそれを実践に持っていくって感じです。まあ、やっぱねチームでね練習考えられるって選手主体っていうのが、できるチームなので、まあ、こういうことをやりたいって選手側から発信ができるってことですよね。はい、それはねやっぱ個人の、自分の意思を持てるっていう素晴らしいチームだなと思うのでね、そこは副キャプテンとしてもね、はい、あれなんか違うな普段と。普段、はい、この前モンタナで会った時めちゃくちゃ俺煽られたみたいなそうやってね明るいチームメイトもたくさんいるチームなのでね、ぜひぜひそういうところも見ていければなと思ってます。はい、じゃあ上げた負けたびで、はい、今つけてないけどね頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあお名前お願いします。小野優斗です。優斗くん、はい、はい、お願いします。ごめんねこの前は。はい、はい、じゃあ今日ね体験会やってると思うんですけども、イルマボーイズがどんなチームかっていうのをちょっと皆さんに教えてもらって。みんな個性的でみんな能力もそれぞれ違うんですけど、その中で自分たちがどんな練習をするか決めて、それでそれに向かってみんな全力でやっていく感じのチームです。うん、そうね、本当に個性的よね。何に俺のこと煽ってくるんだって個性的な人がいればいるほどね、チームの特色がいろいろあるから、いろんな攻撃できると思うし、はい、でその中でやっぱ自分たちで練習を決めれるっていうのは、指導できるっていうのは強くなる要因の一つなんじゃないかなっていうのは思うので、まあそういったところもねチーム決めて兼ねてる人は、ぜひちょっとチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。引き続き頑張ってください。はい、じゃあお名前をお願いします。原田新一です。新一くん、はい、1年生ですね。はい、お願いします。はい、じゃあ今日体験会やってると思うんですけども、はい、イルマボーイズに入ったきっかけを教えてもらってもいいですか。先輩とかチーム雰囲気良くてすごい楽しそうにみんなやってるからいいなと思ったからです。なるほどね、やっぱね雰囲気がいいとかさ楽しいとかってやっぱねチームメイトが一丸となってる証拠だし、まあ、他の子が言ってたのはメリハリがしっかりあるみたいなことも言ってたから、まあ、ただ楽しいだけじゃないっていうのもね、まあ、ただ根本には楽しさがないと野球ってできないと思うので、まあ、すごいそれはいいチームだなと思うので、まあね、入団したい方はそういうのもね、チェックしてみてください。じゃあそれで楽しいよう野球を続けてって、去年2位だったんで1位目指して、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。鹿島拓人です。拓人くん、はい、はい、お願いします。
して今日体験会、やってると思うんですけども、体験会とかって入ったきっかけ、はい、多分6年生なり1年生だってないかな、まだ小学校6年生の時に入団を調べたきっかけを教えてもらっていいですか。チームの雰囲気が良かったのと、部活と違ってコーチもいてちゃんとできる環境があるので、このボーイズに来ました。そうですね、部活と違ってっていうのが今出たのが、やっぱそこが、僕部活生だったんですよ、はい、中学校の時で。やっぱりまあ部活だともう本当に先生たちも忙しくてコーチでできないとかっていうのもある中で、その土日の期間にね、こうやってあの指導者がたくさんいて練習できるっていうのは、それはさすがに差ついてくるよね。クラブチームと部活生で差は出てくると思うので、まあ確かにそういったところはね、本格的に野球やるって日数は減るかもしれないけれども、質は増えるのかなっていうのはあるので、まあ軟式か硬式か決めかねてる人なんかにも結構今のインタビューはいいんじゃないかなということがあるので、部活多分同じ学校で軟式野球部の部活やってる子たちに負けないようにどん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 頑張っていってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。柴崎大成です。大成くん、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ、体験会今やってると思うんですけれども、でどういう風に成長できたかっていうところちょっと教えてもらえればなと。バッティングは少年野球の時力んだ打球が多かったんですけど、うん、今はすごくリラックスしたバッティングができるっていうのと、守備はちょっと雑なところがあったんですけど、丁寧にさばけるようになってきました。それって結局はあれじゃないですか、基本ができるからそういうことができるようになるじゃないですか、はい、バッティングも力みは基本じゃないけど、もう素直に出すのが基本だし、丁寧に取るのも基本っていう、そういう基本をしっかりと中絶に覚えられるチーム、はい、っていうのがじゃあやっぱ売りなのかなっていうのは感じがしますね、はい、実際ね、少年野球でよりさらにね、少年野球でももちろん基本って教えると思うんですけども、中学でもしっかりと基本を教えてくれるチーム、っていうのを、まあ、あの皆さん知っていただければなと、そういったところもね、あの入団の、きっかけにしてもらえればなと思います。今1年生、はい、じゃあね、来年後半にちゃんたち入ってきて、どん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 もっとチームを活気づけていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、今日ね、体験に来ている子に、来ていただきました。今日、じゃあ体験来てみてどうでした、チームの雰囲気とか。もうすごく明るくていいチームだなと思います。そうだね、本当にみんな明るいっていうのがあるので、少年野球も多分今やってると思うんですけど、少年野球もやっぱ明るいが優先で進んでいくじゃないですか。で、そういったところでやっぱ中学校に入ってもチームとしての明るさっていうのをこのままね、継続できていけるっていうのがやっぱすごいいいチームだなとは思うので、もしよかったらね、そういったところも今後の野球人生で生かしていってもらえればなと思います。体験ということだと。こんにちは。彼スイングがすごい、ね、うん、見てた、見てた。ちょっとさ、手もらっていい、はい、カメラに向かって手もらっていいですか。いいよ。うえぇ、6年生だよね。そうだ、エルヘイ落ちてる。いいよ。うわ、後ろがしっかりしてる。めっちゃいい、めっちゃいい。すごいよ、早く来い。まだ薄あれ、左肩、左肩こっち、こっち、こうね、こう、こう、こっち、こっち、こっち、そう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 、いいよ。前、前、今度、センターハローパに、センターハローパに行くよ。あ、そうそうそう、いいよ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 、いいよ、素晴らしい素晴らしい。今後の野球人生でどういう選手になっていきたいとかってあります、まあ、今6年生で夢が溢れてるから、鈴木誠也選手みたいにホームラン打てるようなすごい選手になりたい。はいはいはい、鈴木誠也選手ね、それになれるようなフルスイングができる選手なので。あ、バッティング好き。はい、だよね。すごいよ、いい振りしてるから、まあ、そうやって好きなことをどんどん突き詰めていってもらって、鈴木選手みたいに、ね、なってもらって、人たちにお任せしてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。はい、じゃあ次も体験生の、方に来てもらいました。お願いします。お願いします。今日1日体験してみてどうでした。楽しかったです。やっぱね、やっぱ楽しく野球できるっていうのがね、はい、監督コーチも皆さん面白い方ばっかりです、はい、やっぱ選手も優しいでしょ、先輩たちも、はい、本当に雰囲気のいいチームなんですね。今後じゃあどういう野球人生、まあ多分まだ6年生だから今後も今体験来てるってことは野球続けていくと思うんですけども、最終的な目標とかも含めてどういう野球女子になっていきたいかっていうのがあれば、はい、最終的にはプロ野球選手を支えていけるようなトレーナーになりたいです。じゃあやっぱそういった目標があるから、はい、今しっかりと野球をやっていこう、はい、すごいな。もうこんなにはっきりとした目標があるっていうのが、いやもう尊敬、本当に尊敬するし、ぜひね、その夢叶えてもらうためにもね、はい、まあ、どん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 今後野球なりトレーナーさんだったら勉強もかなり大変だと思うんですけど、はい、まあ、そういった向上心があるってことはね、とてもいいことなので、はい、頑張ってどん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 、勉強なり野球なりを楽しんでいってください。はい、じゃあ僕本当に応援してるんですよ、はい、夢あるんで。
ありがとうございます。はい、その持ち前の笑顔で、はい、引き続けていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、お名前をお願いします。松井敦樹です。敦樹くん、はい、お願いします。お願いします。じゃあ、今ね、ちょっと体験会やってるんで、それにちなんで入団した決め手なんかを。チームの指導方針が良かったっていうのと、雰囲気がすごく良かったので、このイルマボーイズに決めました。やっぱ指導方針って、方針がチームってしっかりしてるってことは、やっぱそれに向かって何をするべきかっていうのが分かってるチームっていうことですよね。はい、でもね、チームの明るさは僕はもう本当に身をもって体験してるので、キャプテンをはじめね、みんな本当に明るくて仲のいいチームなので、ぜひぜひそういったチームでやりたいって方なんかも参考になるんじゃないかなと思います。あれ、今何年生だっけ。2年です。2年か。じゃあ残り1年か。はい、じゃあね、最後悔いのないように1年間頑張って過ごしてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をお願いします。はい、金子俊樹です。俊樹くん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ、今日体験会やってると思うんですけれども、体験会とか参加してると思うんですけど、なんか入った理由、その決め手となったこととかあれば教えてもらえればなと。初めて体験会に来た時に、はい、先輩とかの雰囲気とか練習風景とかがすごい楽しかったり、自分がダメなところをしっかり見て教えてくれたりして、すぐ実践することができるっていうことがあって、ここだったら成長できると思って入りました。おー、すごいしっかりさ、受け答え。じゃあ、あれだね、やっぱ一人一人をしっかりと見てくれる指導者の方だったり先輩がいると。はい。そして個人一人一人を見てもらうことがチームの成長にもつながりますからね。まあそういったところでしっかりとね、チームのことを、いろいろと見渡せる指導者がいたり先輩がいるっていうので、そういうのもね、入団する、ためには必要なのかなと思うので、チーム決めようと思っている方はぜひ参考にしてみてください。じゃあ残り1年、去年ね、計2位だったでしょ。じゃあ今年はね、1位目指して、悔いないように1年頑張って思いっきりバット振り込んで、はい、さっきみたいな打球をどんどん飛ばしてください。はい、はい、それではありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をお願いします。内田ハルトです。ハルトくん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ今日本日ね、体験会やってると思うんですけれども、はい、イルマボーイズのいいところをちょっとね、今多分6年生とも見てくれてると思うので、ピアノお願いします。なんか先輩もとても優しいし、自分がダメなところとかをすぐ教えてくれて、監督コーチも優しく対応してくれて、バッティングの悪いところ、先輩も教えてくれるんですけど、悪いところをちゃんと教えてくれて、すぐ自分も直してたので、いいと思いました。それ本当に大事だと思うんですよ。しかもすぐにっていうのが、ダメなところはダメとか、悪いところは悪い、変えた方がいいところは変えた方がいいっていうのをしっかりとすぐに教えてくれるっていうのは、その場で修正できるじゃないですか。はい、よくアドバイスくれるけれども、その事後報告アドバイスとかだと、あれ、あの時どうやって打ってたっけっていう本人が忘れちゃうことがある可能性があるんですけど、それをすぐ言ってくれるっていうのは直せやすい癖とかもつかずにできるのかなっていうのもあるので、はい、そこって確かにすごい重要だなって。で、それってやっぱり風通しがいいからこそそういうことができるっていうのもあると思いますし、やっぱ楽しいっていうのを続けられる要因の一つなのかなっていうのも思うので、じゃあね、後輩ちゃん入ってきても、ね、ミシンも見てくれてる6年生入ってきても、そういうことをやっていってあげられるように、はいはい、引き続き頑張ってどこの上を目指していってください。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。2年の阿久澤一世です。一世くん、はい、はい、お願いします。お願いします。今体験会してるじゃないですか。はい、イルマボーイズに入ったらどういう風に成長できるよとか、こういう風に自分は成長したよっていうのがあれば教えてもらえると。グラウンドがあんまりなんかこういう球場とかではないので、地道なトレーニングとかが多いんですけど、はいはい、そういうとこでみんな個性を伸ばしていける。地道なトレーニングっていう言い方がを変えると、基礎的なことを積み重ねていっての総合者プレーになるわけじゃないですか。はい、動作全部そういうところが、しっかりとスペースが限られているからこそできるっていう。なんか高校野球でもやっぱりグラウンドが小さいチームとかでもめちゃくちゃ強いチームとかやっぱあるんですよ。でそういうところって何がすごいって、やっぱり基礎基本がしっかりとできる、っていうのがあるので、そういったところを教えてくださる指導者、の方がたくさんいるチーム、であるのかなっていうのがありますね。確かに本当にバッティング見ててもみんな基礎がしっかりしてるなっていうのは、思うので、地道に成長していけるチーム、っていうことであるので、ぜひ、6年生の皆さんもご検討してみてはいいんじゃないかなと思います。2年生でね、はい、残り1年全力でやりきってください。ありがとうございます。はい、それではありがとうございます。ありがとうございました。じゃあお名前をお願いします。大三日ひなたです。ひなたくん、はい、はい、お願いします。じゃあ今体験会してるんですけれども、はい、入ったら今までどういう風に成長してきたか、成長できたかっていうの、多分成長も6年生も気になると思うので、はい、どういう成長ができたかっていうのをちょっと教えてもらえると。まずは基礎からしっかりやっていって、
入った時は体が細くてパワーがなかったんですけど、食事とかもだんだん多くなってきて体重も増えてきたりして、でトレーニングもして体が大きくなっていて、打球とか試合の面でも結果が出てきたことです。おーいいね、めちゃくちゃ喋ってくれたねやっぱね基礎だよね。中学野球って、まあ、少年野球やってきたから基礎できてんだろうっていうのを思ってるけれども、そこからさらに基礎練習をやってくれるっていうのはさらに、上達する、基礎をやるのが一番の近道だと思っているので、まあ、そこをしっかりと教えてくれる監督コーチさん、がいたり先輩がいたりと、いったチームはすごいやっぱり伸びてくるんだろうなっていうのは思いますね。体がでかくなったか、あとは、はい、体重が増えました。その成長期の時にしっかりとした運動をしてたりとか、しっかりとした食事をすることによって体の成長もやっぱりより大きくなる、とは思うので、まあ、しっかりとやっぱり食べてるってこともあるので、この前もね参加させていただいた時、まさかのね僕らにもめちゃくちゃ量の多いお弁当をさ出してくれたりって、そのやっぱり食に対する、意識も持っているチームだなっていうのもあるので、やっぱそれも体の成長っていう意味でも、今後につながってくるなっていうチームではあると思うので、まあ、ぜひね6年生の皆さんも、そういったところも、ぜひぜひ考えて、今ボイス気になったら、お越しくださいと。はい、まだ1年生だよね、はい、でしかも1番バット打ってるんだよね、はい、じゃあもうずっとこのまま1番打てるように頑張っていってください。ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。超よしとです。よしとくん、はい、はい、お願いします。はい、今体験会しているので、まあ、PR ですね、イルマボーイズってどういうチームですかっていうのを教えてもらえると。イルマボーイズのいいところはまず監督やコーチがすごい優しくて、野球ノートを書いたりして気持ちをなんか伝え合ったりして、監督指導者とかとすごい風通しの良いチームです。はいはい、まあ、西村監督もインタビュー、させてもらった時に言ってたんですけれども、であの野球ノート、はい、で軟式の中学の部活とかだと、はい、毎日先生とかと会うじゃないですか、はい、まあ、顧問の方と毎日会ったりするけれども、週に2回しか会えないじゃないですか、はい、そういった時に会えない期間にノートで、しっかりと監督にそれを見てもらうとか、監督からの返信を見れるっていうのは、まあ、常に連絡を取れているっていう関係になるのかなっていうところもあるので、それこそ本当にさっき言ってくれた通り風通しめちゃくちゃいいなって、あ、はい、っていうのは感じるので、また本当にいいところですよね。そこっていないところでも週に2回しか会えない時でもしっかりそうやって見返してこういうアドバイスをもらったんだったかっていうのをノート一つで、できますし、でなおかつ、まあ、一人一人に対してちゃんと意見も監督に言えるし、監督からのこういう一人一人に、アドバイスもくれるっていうのは本当にいい環境だなっていうのはあるので、まあ、本当に指導者というね、環境を良くするっていうのを重要視している方なんかはイルマボーイズぜひおすすめだなと思っております。2年生ラスト1年間しっかりと思いっきり頑張って悔いのないように、野球続けていってください。はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ、ね、また体験の子に来ていただいたんで、今日どうでした？楽しかったです。おー、ちなみにどういう風に？最初の筋トレはきつかったんですけど体験の子にも筋トレさせてたその後はなんか結構守備も楽しくて、うん、なんか声を出して楽しかった。そうですよね、もう本当にねザ・声っていう、僕も守備守ってた時とかもすっごいみんな声出してくれたりとか、やっぱ楽しいのが一番ですよね。続いての質問が、じゃあ今後どういう選手になりたいとかってありますか？野球続けてく上でとか、チームに頼られるような。おうおう、まあそうですね、やっぱ頼られるって気持ちいいですもんね。じゃあね、ぜひそうやってね、もっともっとチームメイトからって信頼を集められるような選手にいずれなっていけるように、どの野球の道進んでも頑張っていってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、今シーズンから、もう入団を決めた6年生の、方に来てもらいました。じゃあお名前をお願いします。ほのかちゃん、はい、お願いします。じゃあね、今も体験会やってる中、先にもう、入部、届け出したということなので、なんかチームに入って決め手なんかがあれば。練習が楽しくてみんな優しかった。やっぱ楽しく野球やるのって一番ですからね。しかも先輩たちが優しいっていうのは、いろんなことを教えてもらえる環境にあるとかっていうのもあると思うので、まあ、すごくねもう入ってるっていうことなんで、先にねいい例が作ってくれたので、ぜひ6年生の皆さんなんかもね一緒に野球やってもらえればなと思います。6年生に多分同級生になる、入部する可能性がある子たちに、なんかここがいいよみたいなところがあれば。結局そうだよね、そこになってくるよね、どうしても。やっぱ本当に僕も今やっぱりどれが一番
楽しかったかって言ったら、やっぱ楽しく野球できてた時期、今の草野球もしっかりだけど、楽しくできる環境にあるっていうのは、もうずっと今後多分野球を好きになってるきっかけになると思うので、もう入部決めたってことなので、先輩たちもっと楽しくやってくださいよぐらいの気持ちで、より明るくチームを引っ張っていってもらえればなと思います。今後どういう野球選手になりたいとか、野球女子になりたいとかってありますか？バッティング、そうだね、さっきバッティング練習とかも見させてもらってたけど、すごいいいスイングするので、これはもう将来いいものだと、いいところなので、まあ、先輩たちも元気よく働いて、楽しくやっていってください。すいません、ありがとうございます。もう一人ね、今年も入部決めてくれた、選手紹介になります。お名前をお願いします。長谷リルです。リル君、はい、お願いします。ありがとうございます。入団を決めたきっかけなんかがあれば教えてもらいたいなと。監督やコーチたちが、うん、優しく接してくれた ところでいいなと思って入りました。おーおー、やっぱりね、楽しく野球やるにはそういった優しくね、指導してくれると、まあ、時には厳しくはもちろんかもしれないけども、根本には優しさがある指導っていうのはやっぱね、ずーっと常に怒られてるのも嫌なんで、だからね、優しく指導してくれるって本当に中学生とかにはめちゃくちゃいいかなっていう、小中学生とか、には本当に向いてるなっていうのがあるので、そこは本当に、入団決めようとしてる、他の6年生の方なんかがいれば、そこを参考にしてみるのはいいんじゃないかなと思います。今後入るかもしれない6年生になんか一緒にやりましょう的なことがあれば、監督やコーチが優しく接してくれるので、中学生たちも優しいので、一緒に野球ぜひ やってください。はい、ね、もう先に入団してくれてる子もね、こうやって言ってくれるので説得力もすごいあるのでね、ぜひ6年生の皆さんも、よかったら、ボイズさんに、お越ししてみてください。はい、じゃあ、今後もね、あと3年間かな、ボイズで頑張ってください。はい、ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。